もごちそうさまでした。はい、デザートタイム、ね、デザートタイムイエーイ。目つぶって。えー、なにこれ。いきます。デザートオープン。なにこれ、言い出しすぎて。なにこれ。お取り寄せコーヒーゼリーです。あ、えー、美味しそう。コーヒーゼリーなんだ。コーヒーゼリーです。なんかすごい高級な箱じゃない、これ、ね、100均のなんだ。びっくりした。あのお取り寄せ、うん、コーヒーゼリーランキング、うん、2位です。2位じゃないかい。うん、いいリアクションもありがとう。いや、1位は全然入ってて、うん、あんま得意じゃないでしょ。まあまあ、それはちょっとコーヒーゼリーなのかなってなって、ありがとうございます。なったから2のこれを。うまそう。取り寄せしました。でかくね。しかもなんか2個そう、なんか届いてびっくりした。でかかった。これ冷やした方が美味しいらしいので。あ、うまそう。はい、これはお好みで。すごいね。お好みです。はい、アイスとかのしても美味しいらしいんだよ ね。どうなんだろう、なんかすごいこだわってる。え、本当にコーヒー屋さんのコーヒーなんだろうね、きっと。じゃあそう、なんかね、甘みが書いてあるね。コーヒーってコーヒー店のコーヒーグゼリーだ。加藤コーヒー店。あ、そう。へえ。うまそう。香りがもうなんかアイスコーヒーの香りする。ああ。食べれそう。食べれるっしょ。ガムシロがついてるのすごい嬉しかったんだよな。あ、じゃあ甘くないんだね。そう、甘くないの。あ、なるほど。いただこう。いただこう。じゃあはるちゃんコーヒー好きじゃん、うん、をファミレスに行って、うん、コーヒーゼリーを頼む時に、うん、コーヒーじゃなくて黒み、黒、あ、場所によって黒糖だったりする、ね、そう。なんで違うのなってるのをふと思い出しまして。いや、ありがとうね。もう何もなしで行ってみる、うん、ね、行ってみる。いただきます。いただきます。どうなんでしょう。あ、コーヒー、うわー、すごい苦っ。苦っ。あ、苦めのコーヒーだね。苦めのコーヒーですね。足は入れたい、うん、コーヒーをそのまま固めましたって感じですね。そう、取り寄せランキング第2位。うん、砂糖コーヒー。へえ、コーヒーゼリー界のランキングで。そう、お取り寄せランキング、うん、すごいよね。このまま入ってったんですよ、お取り寄せで。あ、そう、すごくない。セットで斬新だよ。ミルクだけでいいね。ミルクだけ取り寄せ、うん、うん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 、やっぱ苦いね。苦い、うん、これはガムシロ入れたい。珍しい、はるちゃんがガムシロ入れたがるっていう。わー、おいしい。どれどれ、おいしい、おいしいぞ。うまっ。うん、アイス入れたいね。アイス入れたいね。うん、うん、うまっ。本格的な。そうね、コーヒー好きのコーヒーゼリーって感じかな。なんかちょっとやっぱ酸味あるね。酸味強めのコーヒーなのかな。エチオピアのコーヒー。うーん、どこなの。ペン。あ、ごめん飛んだ。名古屋のってね。ごめん飛んだ。どこ。うちのコーヒー冷たさを感じた。名古屋。100g で12カロリーしかない。これ入れたから。普通のさ、コーヒーゼリーって甘いから甘すぎなんだよね。あ、ホイップクリームもいいね。これコーヒーに入れても美味しい。あ、美味しそう。ボボボボ。あのさ、牛乳と一緒に飲めばいいんじゃん。あ、そうだよね。牛乳にコーヒーゼリー入れて、うん、ガムシロ入れて。あ、いいね。うまーいよ、絶対。うん、おいしいな。うまー、食べちゃった。ごちそうさまです。あー、飲む。それはさすがにあれいいんじゃない、コップだし。ちょっと贅沢なコーヒー専門店のコーヒーゼリー。はい、おめでとう。ありがとうございました。毎週水曜日